すぐはカルオのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはです。ついにスターウォーズエピソード7までやってきましたね。フォースの覚醒ということで、まあ劇中内でフォースが覚醒していましたけどねー、ということで、まあ2015年公開ということで、もうね近くなってきましたね。2015年ってことは、あ、そうか、7年前であって、あれですね、バックトゥーザフューチャー2の時代ということになるわけですね。2015年公開、監督は J.J. エイブラハム、脚本がローレンス・カスダン、 J.J. エイブラハム、マイケル・マートンということで、まあ、スターウォーズエピソード7、とうとうジョージ・ルーカスが全く関わらない続3部作の始まりということで、ここからね、ジョージ・ルーカスが、全く関わってこないということで、どうなんだろうねとなったわけですね。まあ、まずですね、これもね、スターウォーズシリーズおなじみとなってきましたけれども、同時視聴会を皆さんとしたわけですね。その時の、同時視聴会での発言をいくつかちょっとお詫びしなきゃいけないということがあります。まず第1、レイヤーをね、レイヤー将軍のことを初めて見た時にですね、僕は暴言を吐いてしまいました。レイヤーを見た時に、ただのおばちゃんじゃねえかと、いうふうに口走ってしまい、大変申し訳ございませんでしたあのレイヤーのことをただのおばちゃんじゃねえかと、言ってしまいました。すいません。そしてもう一つ、ルークがね一番最後出てきたわけですけれども、ルークの顔を一目見た途端、僕はあ、ごめんなさい、人違いでしたというふうに、ルークをルークだと、分からずに人違いをしてしまったんだというふうに口走ってしまい、大変申し訳ございませんでした。まさかあれがルークだとはね、思いませんでした。そしてもう一つですね、 R2D2 が登場した時、もう全く何にも特に感動するシーンでもない、何でもないシーンなのにもかかわらず、あそこで泣き出してしまって申し訳ございませんでしたただ R2D2 が出てきただけだったんですけどね、なんだか知らないけど感極まってしまいましたすいませんでした。ということで、まあ、スターウォーズシリーズですね、初見の時、エピソード4からね、初見でずっと見てきて、その時からずっと言われ続けてきた、この789は見る価値なしと、いうふうにずっと言われてきたわけですね。で、僕、とうとう7を見たわけですけれども、少なくとも初見で見た時は、ものすごく面白かったです。もう大興奮したし、わーとなったし、なんか涙も出てきたし、非常に面白かったですね。まあ、789は良くないぞと、まあ、その中でも7はまだ許せるみたいな、そういったね風潮が非常に大きいみたいなんですけど、まあ、初見時僕は7非常に面白かったなというふうに思いました。ただ、まあ、こうやって喋るにあたりですね、いろいろと見返したりした結果、いうふうに思うところはちょっと出てきましたね。ということで、今回はエピソード7フォースの覚醒について、まあ初見で見た感想ですね、その辺を喋っていきたいというふうに思います。それではフォースと共にあらんことを。フィルマークス上映プロジェクトプレチケ、8月7日日曜日15時30分から池袋ヒューマックスシネマズで、すぐはカルオセレクト上映を開催します。上映作品はスナッチ、ガイリッチー監督、そしてなんとブラピが3番手、当時無名のジェイソン・ステイサム主演の痛快クライムコメディ映画。ガイリッチー監督に惚れ込んで破格のギャラかっこショーでブラピが出演した、あの伝説の映画が大スクリーンで蘇る。上映後にすぐはが登壇します。スナッチを大スクリーンで見るチャンスは二度とないかも。皆さん劇場で待ってます。ということで、遠い昔遥か彼方の銀河系でということで、まあ、今回からねディズニーになったということで、20世紀フォックスのロゴがないというのが非常に寂しかったですね。同時視聴会はいつもね、あの20世紀フォックスの音を僕が歌ってそれでこの再生をねみんな合わせようぜっていう風にやってたんでね、
これがなくなったのがすごく寂しかったですね。ということで、まあ、6の後ルークが消えて、まあ、帝国が崩壊して、まあ、新しい共和国が出来上がったと。で、帝国の残党がファーストオーダーという反乱組織を作って、この新共和国はこれに対抗するためにレジスタンスというものを組織したんだということで、まあ、最初のこのキャプションのここでですね、僕はこんがらがったわけですね。何どういうこととなりました。というのは、そのレジスタンスっていうのはもともとこの反政府組織っていう意味ですよね。反政府組織であるレジスタンスを、まあ、新しい政府となった新共和国側が支援をして出来上がっていると。でしかもレイヤがその反政府組織の、まあ、トップにいるみたいな、そんな感じのことがあって、どういうこっちゃいとちょっと意味がわからないとなったわけですね。政府側の人間がレジスタンスを作るっていうのはちょっと意味がわからんと、どういうこっちゃと。ひょっとして3つの組織になったのかなと。この新共和国があって、でそれに対抗するファーストオーダーがあって、さらに新共和国に対抗してファーストオーダーとも手を組んでいない新しい第三の組織としてレジスタンスっていうのがあるのかなみたいな、よくわかんない感じになったんですけど、まああまり気にしないでいいということですね。これまでのシリーズでスターウォーズの肩書きっていうのはあまり気にしない方がいいと、いうことはもう学んできたんで、なんちゃら教とかね、教って言っても別に貴族ではないとか、まあいろいろあったんで、まあレジスタンスという名前の、まあ共和国の非認可組織というか、そんな感じぐらいだなというふうに思っとけばいいんだろうというふうに、思いました。で、ファーストオーダーという、まあ、悪い組織ですね。ファーストオーダーは最後のジェダイであるルークを抹殺しようと考えている。でレイヤが率いているレジスタンスは最後の希望としてルークを捜索しているということで、今回のエピソード7は要するに行方不明となったルークを探す回だったということですね。で実際ルークを探すまでのお話ということだったわけですけど、これまでのシリーズに比べると、まあ、スケールは小さいというふうになっちゃうかもしれないですね。結局ルーク探しの旅をしているだけというか、まあ、そんな感じだったんでね。その過程でなんかちょっとした戦闘があったみたいな、そんな感じの回でしたね。でまあ早速出てきたこの BB-8 がコロ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 しているということで、その前の時ね、以前コメントできっとスグアは BB-8 が好きなんじゃねえかとまあ R2D2 推しの僕はね、 BB-8 のことも好きになるんじゃないかなというふうに言われていたんですけれども、まあいいんですけど、 BB-8 いいんですけど、ちょっと可愛さがあざといというか、ちょっとやりすぎっていうところはね感じますね。好きですけどね、 BB-8 も。ただ R2D2 に比べればもうね、全然 R2D2 には遠く及ばないですね、 BB-8 は。ちょっとあざとい、可愛さがあざといちょっとやりすぎ。あの R2D2 の無機質なのにどこか心があるんじゃないかと思わせるあの仕草がR2D2 のいいところであって、 BB-8 はねちょっと動きすぎだし、感情を出しすぎだし、あそこまで行くとちょっとロボット感もなくなってきているしね、ちょっとあざとすぎるかなという感じがありました。で物語はまあポーがね地図を老人から受け取って、ストームトルーパー戦となっていってという感じになっていくわけですね。この地図、ルークがいる場所を示す地図をめぐる戦いということになってくるわけですけれども、まあこれまでのシリーズの定石だとですね、この戦闘シーンから映画は始まるというのが定石だったかなと。普通、これまでのシリーズに習うとそういう感じになるかなというふうに思いましたね。まあ正直このポーが地図を受け取るシーンっていうのはなくてもいいというふうに言えなくもないというふうに思いますね。まあ一番最初のあの戦艦っていうか宇宙船を下から真下からね、影になる、この月の影になるような感じで真下から映すっていうのは良かったんですけど、ただ今までの感じだとやっぱいきなり戦闘から始まるっていう方が
スターウォーズっぽいかなという感じがねあったかなって思いますね。スターウォーズといえばもう途中から始まるっていうのがね、すごく面白いところだったわけですけど、このいきなりなんだかわからない状況に観客も置かれていくみたいなね、そういったところが結構面白いところだったと思うんですけど、今回は普通に始まりましたからね、普通に始まったなという感じがありましたね。で、ニセダースさんことカイロ・レンですね。レン君はちょっとねダースさんっぽい雰囲気を出してるんですけど、残念ながらカリスマ性がちょっと足りないですね。ダースさんと比べるとちょっとカリスマ性がないんですね。この漂う雰囲気というか、そういったものがちょっとダースさんには欠けている、ダースさんには及ばない、そんな感じがありますね。ただフォースの力としてはもう歴代最強と言っていいでしょうね。なんかレーザービームを途中で空中で止めたりしてましたからね。もう今までだってヨーダとかだって何かこう力を使うのはってもうすぐ頑張んなきゃ力使えなかったのにもうファーってできますからね、めちゃくちゃ強いというところはありますよね。で、悩めるストームトルーパーのフィンということで、まあ、ストームトルーパーがこの人間的な悩みを抱えているとか、普通の人間がただヘルメットかぶってるだけなんだよっていうところはね、非常に新しいというか、これまでにはあんまりない設定というかね、展開だったんで、そこはすごく面白いなと思いました。そして、廃品回収をしているレイですね、BB-8 をなぜか助けるというところで、まあ、前半はねこうやって登場人物がどん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 出てきて、自己紹介的な感じでこの人はこういう人、この人はこういう人って出てくるわけですけれども、この BB-8 を助けたっていうところが意味がわからないですね。なんでレイは BB-8 を助けたのか、そしてティードでしたっけ、もともと BB-8 を捕まえていたあのね、歩いた方が絶対に速い動物に乗って移動しているあの人はなんで BB-8 を取られることに対して抵抗しなかったのか、この辺がねちょっとよく分かりませんでしたね。もともとレイのものだったとかだったらいいわけですけど、別にそうじゃないわけですね。なんでかわからないけどレイは BB-8 を助けて、でなんでかわからないけどティードは大して抵抗せずに、いいよじゃあもうふんって言ってどっかに歩いて行ってってなったわけですね。だって BB-8 はものすごい価値のある機械なわけじゃないですか。なんかポーションなんかものすごいいっぱいもらえる価値があるものなのにもかかわらず、なんだろうなこれはという感じですね。ちょっとご都合主義が過ぎるという感じがありますね。どうしてもレイに BB-8 を預けたいというか、接触させたいんであれば別にただ砂漠歩いてる時に見つけただけでもいいと思うんですけどね。なんでわざわざ一つ人物を介したのか、ここの意味が全くないという感じがありますよね。残念ですね。何のためにティードを間に挟んだのかちょっとわからないですね。で次、ファーストオーダーに捕まったポーがですね、 BB-8 に地図を預けたということを喋ってしまったわけですね。まあこれはしょうがないと、フォースを使って頭の中をぐーっとやられたからしょうがないということがあって、その後フィンがポーのことを助けたということですね。フィンはなんか不満を持っていたわけですね、ファーストオーダーであることに。でポーに、なんでお前俺のことを助けてくれるんだと言ったら、だってこれは正しいことだろうというふうに言っていました。ここがですね、フィンの理由が非常に弱いというところがあるんですよね。というかフィンだけじゃなくてですね、このスターウォーズっていうシリーズ自体ずっとですね、まあ、帝国とか、まあ、旧共和国とかファーストオーダーとかと、まあ、反乱軍とか新共和国、まあ、レジスタンス、この人たちが、まあ、レジスタンスの場合は分かるんですけど、この組織たちがですね、なんで対立しているのかっていうのが、まあ、ずっとよく分からないわけです。このエピソード3のあたりでようやくなんとなくこの民主主義対独裁みたいなね、そういったところがなんとなく見えたわけですけど、でもそれもちょっと後付けっぽい感じがあるわけですね。なんでこの2つが対立しているのかが分からないのかというと、それはですね、国民とか、
まあ、市井の人々というものがですね、このシリーズ全く描かれていないんですよね。結局上層部の人間たちだけの話になっていて、この一般市民が今の政権とか、そういったものに何らかの不満を持っているのか、それとも不満なんて特にないのか、そういったところが不明なんですね。だからよくわからんというところがあるわけですよ。その上流階級の人たちは自分たちの好きなようにやりたいとか、まあね、そういったものがあるでしょうから、そこで不満を持って、戦ってるっていうのはまあわかるっちゃわかるんですけど、結局この一般庶民は本当に今の生活が嫌だと思っているのかどうなのか、その辺がね描かれていないからよくわからないわけですね。まあこれはもうきっと描かれないんだろうと思っていますけど、もうしょうがない、わからないと。とにかくなんで対立しているのかわからないけど、悪い方が悪いやつなんだということでいこうという感じにもうなってはいますけどね。だからこのフィンのポーを助けることが正しいことなんだというふうにフィンが、その考えに至った理由というのも全然よくわからないわけですね。一体何に対して正しいことだと思ったのか、なんでポーを助けることが正しいのか、なんでファーストオーダーがやってることは悪いことだと思ったのか、この辺がねちょっとよくわからないんですよね。まあでも分かんなくてもいっかと、悪い方は悪い方だというふうに思ってりゃいっかなというふうにもう納得しましたけどね納得することにしましたけどね。ということで、まあこの2人が脱出したわけですけど、はぐれてしまったとなりましたね。でファーストオーダーというのはとにかく地図が欲しいんだと、 BB-8 が持っている地図が欲しい。で、まあ物語でねちょっと箇条書きでいきますけど、フィンはポーの服を着ていたことによって BB-8 とレイにポーを殺したんじゃないかとか、そういった感じで誤解をされるということですね。まあなんでフィンがポーの服を着たのかもちょっとよくわからないっちゃわからないですけど、でこの流れの中でフィンが自分はレジスタンスなんだということを嘘をつくというか、成り行きでそうなってしまうと。でファーストオーダーが BB-8 を探しに来て、この3人が逃げると。そしてたまたま拝借した船がミレニアムファルコン号だったということで、まあ、ここでびっくりとなるわけですけれども、まあこれですね、まあ、全体的に会話とかテンポとかストーリー展開、非常にディズニーのテンプレという感じがありますね。この辺は僕もね初見で見ている時に、まあ、なんとなく気づきました。うわディズニーっぽいみたいなね、この男女のなんていうの、慣れ初めというか、その辺も非常にテンプレ感がある感じがあって、この言い合いのシーンとかそういったところもね非常にディズニー感がありますよね。まあよく言えば楽しい会話ということになるし、まあ悪く言えばあいつものやつねみたいなそんな感じ、マンネリというかそんな感じはまああったかなというふうに思います。でハンソロとチューバッカが登場するということですね。まあソロは老けたね、ソロは老けたけど、ただスタイルは全く変わっていないというところがね、いやーすごいなというふうに思うし、注意はね何も変わってなくて、あお前はやっぱ変わんないんだねという感じがありましたね。でここであなたがあの伝説のハンソロみたいな感じになって、これミレニアムファルコン号だったのってなって、あの14パーセクのみたいなこと言って、ソロがちょっと憤りながら12だみたいなことを言うわけですね。ここ意味わかんなくてちょっとググったんですけど、なんかマニアネタだったみたいですね。ちょっとなんか一応ここのネタの意味について読んだんですけど、未だにちょっといまいちよく意味が分かっていません。まあどうでもいいかって感じですね。でソロはもう未だにというか、またね借金問題で揉めているということですね。まあ今回のソロの借金問題っていうのもちょっとあまりにもこの映画本編と無関係すぎるなというふうに思いました。4の時から、初対面の時からずっとソロは借金問題を抱えているわけですけど、このエピソード4の時の借金問題はその後の展開に必要なものだったわけですね。ソロは借金がある、だから金が必要だからルークたちを届けるという、まあ、動機づけにね、なっていくというのがあるわけですけれども、今回のソロの借金問題は特に何もないわけですね。物語として必要なものではなかったということです。
まあ、ソロが捕まえて運んでいたなんか巨大宇宙生物みたいなものもね、非常に怖いやつがいたんですけれども、あれも特に何の必要もないというか、物語上何もないわけですね。ただのアクションシーンを入れるためだけのガジェットとして出てきてるだけみたいなね、そんな感じなんですね。まあわずかに BB-8 が狙われているんだ、ファーストオーダーは BB-8 を探しているんだというところは出てくるわけですけれども、そこもあんまり物語上生きてきていないんですよね。この後ね、ソロは酒場に行くわけですけど、そこでもね、ずっと BB-8 を見つけましたとか、いろいろ実はね、この何スパイというか監視みたいのがいっぱいいるよっていうシーンがあるんで、ここだけでも十分なわけですね。だからあの借金の取り立てがファーストオーダーに BB-8 がいたということを知らせろっていうシーンはあってもなくてもどうでもいいシーンなわけですね。この直後に同じシーンが出てきますんで、ということでちょっとこのあたりが物語ストーリー展開としてなんか弱いというかね、どうもなんていうか、ハンソロを出すためだけに作られた物語、ストーリーシーンという感じがして、ちょっと不満がありますね。物語の意味が、ストーリーとしての意味がないシーンなんじゃねえかなというふうに思うんですよね。スターウォーズのシリーズを今までこれまで見てきた感じだと、これまでの場合はもう本当に必要なシーンだけを抽出して、本当はもっと長くできるものを、いやもっと短くもっと短く必要なものだけをつなぎ合わせるぞみたいな、そんな感じでできていたのがスターウォーズっていう映画だったと思うんで、この意味のないシーンをわざわざ入れているっていうところに非常にね、ちょっと不満が僕の中では出ましたね。皆さんがどういった意味合いでこの789が嫌だって言ってるのか、まあまだ僕7しか見てないんでわからないんですけど、こういうところがなんとなく今までと違うなっていうふうに感じてるところなんですかね。よくわかんないですけど、皆さんがどういうところが気に入らないのかっていうのがね、わかんないですけど、まあソロのシーンで言えばこういうところが僕はちょっと嫌だなというふうに思いました。さて、最高指導者スノークが登場しましたね。やたらでかいということでした。あのでかさは何なんでしょうか。あれがスノークさんのサイズなんですかね、それともホログラム的なんですかね、いまいちよく分かってないんですけど、あのでかさだとちょっとね、いろいろと生活に支障をきたすんじゃないかっていう気がしますけど、まあとにかくこのスノークさんはジェダイそしてルークを恐れているんだということですね。とにかく、まあ、最後のジェダイであるルークを抹殺したいというふうに言っているということですね。ということで、この願いを叶えるべくレンがね、ニセダースさんことレンがね、まずは共和国を滅ぼしましょうと、そうすれば邪魔者がいなくなってルーク探しが楽になるよということでしたね。ここはね、非常に面白い展開じゃないかなというふうに思います。このファーストオーダー対新共和国ではないってことですね。ファーストオーダーの敵は共和国ではなくて、あくまでもルークただ一人なんだということですね。で、まあこれはね、ルークが最後のジェダイだからルークが敵なんだということで、ルークさえいなくなればもう敵は皆無なんだということですね。だから共和国ってのは別に敵じゃないと、ただ自分たちの目的の邪魔をしているお邪魔虫でしかないから、まあとりあえずじゃあ最初に共和国をちょっと滅ぼしとこうみたいな、そんな感じなわけですね。まあ面白いんじゃないかなと思いますね。でこのスノークね、最高指導者スノークはとにかくかなり正確に投資というか念力でこう未来とかね、そういったものを見れるということですね。もうレンもそうだしスノークもそうだし、この人たちってこのかつてのね、ジェダイとかシスとか、そういったものとはもう比べ物にならないぐらい大きな力、フォースというものを持っているということですね。もうね、レンのパワーはもうすごいし、光線銃みたいのをね、途中で空中で止めたりもできるし、スノークのね、未来予知とかそういったのはね、もうヨーダとかとは比べ物にならないぐらい正確にわかるしね、もう全然力がでかいということになってますね。
で、この一連の会話の中でなんとレンの父親がハンソロだということがわかるということですね。まあかなりびっくりするわけですけれども、ただですね、ここの時点でこんなにはっきりとレンの父親はソロだっていうふうに言っちゃってよかったのかどうか、ここはちょっと僕の感性というか趣味とはちょっと違う展開かなっていう感じですね。レンの父親はひょっとしてソロなんじゃないかっていうふうに匂わす程度でよかったんじゃないかなと思うんですよね。その何もう 100% そうだろという編集でもいいから、お前の父親がなみたいなことをスノークが言った後、ハンソロのアップで場面転換がね、行われるとか、その程度の方が良かったんじゃないかな。はっきり父親って言わない方が良かったんじゃないかなっていうふうにね、なんか思ったりはしますけどね。で、ソロたちの会話になって、ルークは新しいジェダイを育成していたけれども、ある少年が裏切って、まあ、それによって全てがダメになってしまったんだよと、ルークは責任を感じてもう引きこもり状態になりましたということを、セリフで説明されていましたね。ある少年の裏切りっていうのは普通に考えればレンですよね。ここある少年の裏切りっていうのはまだはっきりしてないですけど、7が終わった時点でもはっきりはしていないと思いますけど、まあレンだろうなと思いますね。レンじゃなかったら面白い展開、さらなる面白い展開になってきますけどね。どうなんでしょうね。ということで、ハンソロがね、レイとフィンたちと一緒にこのルーク探しというか、そういったものを手伝うということになりましたとなります。まずマズカナタのおばちゃんに協力を仰ぐことにしました。そのために酒屋さんに行きましたということでしたね。で、場面が変わってレンがですね、ダースさんに祈りを捧げていたシーンになりますよね。ダースさんのなんかヘルメットを見ながら、祈りを捧げているというか、そういったなんか喋りかけているっていうシーンですね。お許しをまた感じました、光の誘惑をというふうに言っていました。ここも非常に面白いところですね。これまでのシリーズは闇の誘惑に打ち勝つジェダイというのがテーマだったわけですけれども、今回は逆なんですね。この、まあ、主役がジェダイ側というか、レンが、まあ、主役という感じがありますんで、闇を感じる、闇に落ちるジェダイというよりは光の誘惑に打ち勝つ闇の組織みたいなね、そういったところが今回はあるような感じがしますね。まあ、そういう展開になるんだとすれば非常にね、まあ、新しい展開というか、ひょっとしたらダースさんも、かつてのダースさんもね、レンと同じような悩みをひょっとして抱え続けていたのかななんてね、いうふうに感じたりも、できるような展開になっていくかなというふうに思いますね。ダースさんも結構ね、僕悩んでたんじゃないかなというふうに思ってるんで、そのあたりがちょっと描かれたりすると面白いかなというふうに思います。で、レンはこう言ってましたね。力をお与えください、我が祖父よ、あなたの始めたことを終わらすためにというふうに言っていました。これは何なんでしょうね。ダースさんが始めたことって何かありましたっけ。ちょっとよくわかんないんだよな。銀河の秩序と平和を目指していたっていうのはありましたよね、ダースさんはね。ダースさんはダースさんなりにというか、まあ、シスなりにというか、そういった感じで銀河の秩序と平和を目指していたわけですね。だからまあ共和国側というか、反乱軍側とは思想は違ったけど目指しているものは同じというか、そんなところがまああったんだと思うんですけれども、レンはこのことを指してあなたの始めたことを終わらすというふうに言っているのかどうなのか、この辺はちょっとまだわからないという感じがあります。次、フィンが自分はレジスタンスではないというふうに告白して逃げるということでしたね。まあそもそもフィンはファーストオーダーから逃げたかっただけなんですよね。特に正しいことをするためとか、そういった志があったわけではなかったんだということです。ファーストオーダーがやってることが、すごく悪いことだと思っていたとか、そういった描写も特になく、とにかくファーストオーダーにいるのが嫌だったからただ逃げただけっていう感じが僕は受けましたけどね。このあたりがだから結局最初の頃に言ったフィンのこのね、ファーストオーダーから抜け出す
ということに対する理由付けが弱いんじゃないかっていうふうにね思ったのは、まあ、僕の考えは払拭されないというかね、そういった感じがありますね。この辺がどうなのか、もうこれ以上でもフィンのこのファーストオーダーから逃げ出したっていう理由、新しいものが出てくるとは思えないんで、結局フィンはねただあそこにいるのが嫌だったっていうだけで逃げてきた男という感じなんでしょうね。という感じです。そうしているとレイがね、あのお店の地下でルークのライトセーバーを見つけるということになりましたね。まあどんなことがあってどういう経緯があってライトセーバーがここに来たのかわかりませんけれども、まあここにあったということでしょうね。でこの時レイがねライトセーバーを手に取ったら、なんかレイの子供時代とか、なんだよくわからない映像が出てきたということがありました。きっとこの映像の詳細は後のシリーズで語られるんじゃないかなと思うんですけれども、どうなんでしょうね、まだわかんないんですけど、レイとルークは何か関係があるんですかね。レイがあのね惑星ジャクーにこだわっているのは家族の帰りを待っているからだみたいなことを言ってはいましたけど、でもルークが家族だっていうことではないですよね。でレイとレンの関係もなんかね気になりますよね。レイとレンは何か関係があるのだろうかと、まさかまた双子じゃねえだろうなと。でもそんな感じはなかったですよね。双子だとしたら当然どっちも、レイヤーとソロの子供ということになるわけですけど、あでもソロが一緒に働こうとかなんとか言ってたっていうのもあったけど、でも少なくともレンとレイはお互いを知らないっていうところはありますよね。ただレンとレイと、まあ、レイヤーみたいなね、列つながりがありますんで、この辺がなんかあるのかどうなんでしょうね、わかんないですね。まあなんか関係あるんだとすれば非常にわかりやすいっていう感じはあるけど、名前としてのつながりとかね、どうなんだろうね。ということでこのライトセーバーですね、まあまず最初アナキンが持っていて、ルークが持っていて、今はレイが持っているということになるわけですね。まあこの流れだとレイはねルークの血筋っていうことになるわけですね。まあもしねレイとレンが双子とかそういった関係にあってとするならば、まあ当然レイヤーの娘ということになって、レイヤーはねルークの妹というか双子なんで、ルークの血筋と言ってもいいような気もするんですけど、ただレイはねルークのことを全く知らないわけですよね。伝説の人物でしょっていうふうに思っているし、どうなんでしょうね、同じなのかな、ひょっとして4と同じように自分の兄弟を知らないっていうふうに育てられているのか、もしかしてこのおばちゃん、マズカナタおばちゃんは何かを知っているのか、何なんだろうな、ちょっとよくわかんないですね。ここはまあこうご期待っていう感じですね。おばちゃんがねセーバーを取りなさいというふうに言っていました。セーバーって言うんだって思いましたけどライトセーバーじゃなくてセーバーってそういう略し方するんだと思いましたけどね。でもまあレイはこれを取ることを拒否して逃げるということになりました。とにかくよく逃げる今回のお話ということになりますね。フィンも逃げる、レイも逃げるとにかくみんな逃げるみたいなね、そんな感じですね。としていると、なんとファーストオーダーが共和国を消滅させるということでした。もう完全にね共和国は敵じゃないというか、共和国を消滅させる描写も結構あっけないというか、はい消えましたみたいなね、そんな感じでしたね。だからこれによってもうこれまでのような政治的な対立のお話ではなくて、もう完全にフォースの戦いというか、そういう対決というか、そんな感じになっていくのかなという感じがしますね。まあ兄弟同士の戦いというか、そんな感じ。もう兄弟だとしたらね、兄弟なのか双子なのか、まあ、何なのか何とも言えないけど。でまあこのね共和国が消滅させられたところを見てフィンが戻ってきて、ルークのライトセーバーをフィンがめちゃくちゃ使いこなすと、いうことでしたね。まあ誰でも使えるんだなって思いました。そしてレジスタンスたち、まあポーとかもこのやってきてファーストオーダーとの戦いにこう
加勢していくみたいな、そんな感じになってましたね。で、まあレンもね、当然ここの星にやってきたわけですけど、なぜか BB-8 の捜索を諦めてレイを連れて帰るということになりました。ここもレンとレイの間に特別な何かがあるのかどうなのか、あるんだと思うんですけど、ただレンはそのことに気づいていてレイを確保できればそれでいいと思っているのか、この辺がなんかはっきりしないんですよね。レイは分かってないけどレンは何かを知っていて、この女がいればいいやっていう風になったのかどうなのか、なんで BB-8 の捜索をすぐに諦めてしまったのか、この辺がちょっとよくわからないですね。 BB-8 すぐそこに いるんですけどね。ちょっとよくわかんないですね。ということでソロとレイヤと C3PO が再会、そしてついに R2D2 がお目見えするということでしたね。もう会いたかったよ R2D2、 よかった、やっと出てきてくれた。もう僕の中ではこのスターウォーズっていうのは C3PO と R2D2 が主役というか語り部というか、彼らが中心となって物語は進んでいくんだというふうに思っているんで、なかなか出てこなかったんでね、すごく悲しかったんですけど、まあ、やっと出てきてよかったなという感じでしたね。スリープモード中でしたけどねとりあえず出てきただけでもう僕は満足という感じです。で、まあここの感じを見るとですね、ソロとレイヤー、まあ、ここでレイヤーが出てきたわけですけれども、ソロとレイヤーは結婚はしてないのかなという感じがしますね。レイヤーは一応将軍ですからね、将軍の夫がモグリの運び屋っていうのはちょっと体裁的に良くないんで、まあ、結婚っていう形は取っていないのかななんて思ったりはしますけど。で、場所は変わって、ファーストオーダーの方ですね。レンがレイの頭から地図の思い出を盗み見ようとするけど、レイのフォースが強すぎてうまくいかないということですね。なんだそりゃって感じですね。レンは何らかの確信があって BB-8 を諦めたんじゃないんですか？ BB-8 がもうなくてもこの女さえいれば目的は果たせるというふうに思っていたのにもかかわらず、結局レンは何も見つけることができなかった、何も聞き出すことができなかったと、いうことになっているわけですね。何なんでしょうかこれは。ちょっとレンのやっていることがダメダメですね。この辺がレンはレイと自分の間に何か関係があるということを知ってて連れてきたのか、その辺もちょっとこの時点では何とも言えないんで、なんだかなって感じですね。そうこうしているとレイがね、フォースを使ってここから脱出するということになりました。ストームトルーパーに向かって高速を解き、武器を捨ててなんかドアを開けなさいみたいなことを言っていました。完璧にフォースを使いこなしているわけですけど、なんでレイはフォースの使い方を知ってるんでしょうか。レイの目の前で誰かがこういうことを、フォースの使い方としてこういうことをやったというのはなかったと思うんですけど、なんでこの伝説的なフォースの使い方をね、レイは知っていたのか、どっかで見たことがあるのか。でもレイはフォースというもの自体を伝説だと思っていたわけですね、ついこの間まで。にもかかわらずフォースの使い方をマニュアル通り使っているというところが、という感じだし、フォースがちょっとインフレしてますね。このレンとかスノークとかのフォースもすごい強い力を持っているし、何の修行もしていないレイも完全にフォースを使いこなしているんで、この心の弱い人物をフォースで操るっていうのは結構ね、修行を積んでないとできないことだと思うんですけど、ゼロ修行でね、レイはそれをできているんで、ちょっと大丈夫かなっていう感じがしますね。ということでレイが逃げ出して、それを知ったレンが癇癪を起こして、その辺の機械とかはバン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 壊すということですね。こういった癇癪持ちみたいのもこれまでのシリーズにはいませんでしたね。これまではみんな大人だったんで、こういった分かりやすいなんか癇癪持ちみたいのは出てこなかったんですね。これはもしかしたらレンの幼さとか、そういったものを表現しているのかなという感じがします。ひょっとしたら今回のこの、続3部作はですね、このレンが改心していくシリーズとか、そういった感じになるのかなという感じが
まあ、するわけですけれども、どうもね主題があっち行ったりこっち行ったりしてるんで、このエピソード7はね、この主人公不在という感じがするんですよね。誰を中心に見ればいいのかがちょっと分かりづらいというか、主人公がいっぱいいるじゃなくて主人公が一人もいないというかね、なんかそんな感じの映画の作りになっていて、ちょっとね映画として見方が難しいというか、どこを中心にして見ていけばいいんだろうなっていう、なんか不安になってくるというかね、そんな感じがあるような気がしますね。ということでレジスタンスはね、スターキラー基地破壊作戦を開始します。一方レンはですね、レイのことを指してあの女を早く捕まえないと危険だというふうに言っていましたね。なんでレンがそう思っているのかはちょっとよくわかりません。まあ強いフォースを持っているからということなのかもしれないですけど、何かがあるのか、レンがなんでレイにそこまでこだわっているのかとか、その辺もちょっともうちょっとはっきりと描いてくれれば見ている方としてはわかりやすいんですけどね。さて、スターキラー基地壊滅作戦のためにね、ソロとチューイとフィンが潜入しました。ここでなんとフィンがただの清掃員だったということが判明します。全くの役立たずだったわけですねこの銀河の運命を握る下働きの清掃員というのは面白いんですけど、なんていうかな、それだったら最初に教えといてほしかったなっていうふうに僕は思うんですよね。ちょっとこの映画僕の感性と逆なんですよね。別に僕の感性と逆だからダメって言ってるわけじゃないんですけど、僕とは逆だなって思うんですよね。あのレンの親がソロだということは僕としては、まあ、言わない方、あの時点では言わない方が良かったんじゃないかって思うし、フィンが実は清掃員だった何でもないやつなんだっていうことは知っておきたかったんですよね。その方が映画を見ていながらですね、なんかいろいろとフィンがね活躍しそうになったりとか、俺はレジスタンスだとかいろいろ言ったりしているところも、お前ただの清掃員だろってこう思いながら見れるっていう面白さがあるんじゃないかなと思うし、レンの親がソロだっていうところは最後のあの対決のところで初めてわかるというか、ああやっぱりソロだったかっていうふうに思った方が面白いんじゃないかなって、いうふうにまあ僕は思うですよね。だからちょっと僕とは逆かなというふうに感じたりしました。でまあこの時ねフィンがお前が頼りだったのにどうするんだってソロに怒られた時に、えだって大丈夫だよフォースを使えばいいじゃんとか言ってましたね。まあこのセリフは面白いですけど、バカも休み休み言えよという感じがしますよね。フォースって使えばいいじゃんとかそういうもんじゃねえんだよみたいなねそんな感じがありますけど、で結局どうしたのかというと、あのファズマっていうね女兵士を捕まえてシールドを破壊してレジスタンスの攻撃が開始されるということで、ここなんか随分簡単に行きましたね。ファズマさん、まあ死んではいないと思うんで今後もなんか出てくるのかなという感じがしますけど、なんかこんな簡単に行ったねっていう感じですね。だから結局今回の映画は主題がルーク創作であって、その他のシーンはあまり重要じゃないんですよね。とりあえずバン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 行きゃいいやみたいな、そんな感じなのかなというふうに思いますね。だからソロが、レンの親だということもこの作りだとそのなんていうかな、そんなに重要な秘密じゃないみたいな、そんな感じがあるのかなっていう感じがしますね。ということでソロとレンが再会、そしてソロが殺されたということですね。この時のレンの心情もですね、ちょっといまいち読み取れないんですよね。この最初から騙そうとして何か芝居を打っていたのか、自分の心は揺れているみたいなそういった芝居を打っていたのか、それとも本当に心の中で葛藤があったのか、この辺もどうもこっちとしてはどっちなのかっていうことがはっきりしない。ちょっと演出的にもうちょっとそのあたりをはっきりと分かるようにしてもらいたいんだけどなーっていう感じですね。ただ、まあ、これが後のシリーズとしてここがどっちか分からないというふうにしといた方が後のシリーズのストーリー的に面白いということがあるんであれば別にいいんですけど、ただちょっと何とも言えねえなという感じが
がありましたね。ただレンが意地を張っているだけっていう感じもするし、ちょっと読み取れないという感じがね、なんかちょっと見ている側としてはなんかちょっと気持ち悪いなという感じがするかなって感じですね。でまあとりあえず爆発バンバンバンバーンとして、基地から逃げようとなったフィンとレイの前にレンが現れるわけですね。そして蹴りをつけようというわけです。レンがですね、正直この2人、まあ、もしくはレイのみ、2人じゃなくてレイのみなのかもしれないですけど、ここに固執している理由っていうのもね、なんかいまいちわからないわけです。レンの本来の目的は地図であってルークのはずなんですけど、そことは関係ないところばっかりに固執してるんですよね。レンとレイの間に何か関係性があるのかどうかも定かではないし、そもそもレンとレイお互いに二人、私たち俺たちは、何らかの関係があるんだということに気づいているのかとか、その辺もよくわからないし、なんでここに固執しているのか、なんとも、今お前そんなことしてる場合じゃないでしょと、こいつらなんかどうだっていいじゃんっていうふうに思っちゃうんですけどね。全体的なファーストオーダーの使命から考えると、レイとフィンは今どうでもいいことじゃねっていうふうに思っちゃうんですよね。そしてレンがフィンに向かってですね、この裏切り者がーと、叫ぶんですけど、まあ裏切り者なんですよ。フィンは明らかに裏切り者なんですけど、こいつただの清掃員だよとついこの間まで清掃員で、なんか一回だけ戦闘に参加したっていうことがあるだけの、なんでもない、はっきり言ってモブキャラなわけですよ。そいつに対してこの裏切り者がーって怒りをあらわにするっていう、そこまで肩入れをする対象の人物ですかね、フィンって。そんなにすることないんじゃないって思っちゃったりするんですよね。で、フィンがライトセーバーを使って、レンとね対決をするわけですけど、かなりフィンはねライトセーバーを使えるということですねでもやられるんですけど、あのね、レンがちょっと弱いっていうか、フィンごときに結構追い詰められたりもしているっていうところがなんかなと思うし、まあフィンがやられて次レイが一緒に戦うわけですけれども、この時ねレンがレイをスカウトするわけですね。なかなかお前いい腕だなみたいな、フォースを学べ、俺が導いてやるとか言ってるんですけど、あのねレイの方が強いんだよねレンさん弱いんよって感じ。なんかねレンのことがちょっと見てらんないというか本当にカリスマ性がないというか、口だけ番長というか、強くないし、どうもレンがねそういう風にわざと描いているのかな。どうもレンがキャラが立っていない。だから正直レイもレンもフィンもですね、主人公感がないんですね。この辺がいまいちだなという風に思いますね。で結局最後崖が2人を分かつということで、まあ対決は中止というかね、引き分けみたいな感じになるわけですね。そうするとスノークがこう出てきてね、レンの修行を終わらせるというふうに言っていましたね。まあスノークはすごい強いフォースの持ち主だということはわかるわけですけど、スノークが一体何者なのかっていうのは全くわかりませんね。まあここは多分シリーズを通してそのうち分かってくるんだろうというふうに思うんですけど、今のところ全くスノークが何なのかはわかりません。あの皇帝陛下かと同じような立ち位置なんですけど、皇帝陛下的な何かっていうのがこれまでのシリーズには特に出てきていなかったんでね、何なんだここは気になるって感じですね。ということで、攻撃作戦が成功して帰還しようということになります。よかったよかったと、成功だということになるわけですね。で帰ってきたら、なんとレイとレイヤーが抱き合っているということがありました。こう違和感があるんですよね。この2人ってこんな仲でしたっけ。そんなにこの接点がなかった2人だと思うんですけど、なんでこの2人がこんなにね、よくぞ無事でみたいな感じで抱き合っているのか、この辺もなんともな。だからレイがレイヤの娘とかそういったことがあるのであればまあわかるんですけど、まあ、もしくはレイがルークの娘とかそういうことがもしあるんであればあれなんですけど、この辺が
もうちょっと2人のね、レイとレイヤーの関係性をもうちょっと描いていればここで抱き合っているっていうのも、まあ、なんとなく見えてくるんですけど、だからレイとあのカナタおばちゃんが抱き合ってるんだったらまだわかるんですよ。ちょっと2人は接点があったし、なんかあなたのことは私は理解してるわみたいな、そんな感じのやり取りもちょっとあったんで、ああよく帰ってきたわねっていうことで抱き合うんだったらわかるんですけど、レイとレイヤーはねあんま接点がなかったような感じがするんで、ちょっと唐突だなという感じがありますね。するとここで R2-D2 が起動、ルークの居場所が分かるということになりました。この時 C3PO がねいろいろとおしゃべりをしているんですけど、 C3PO の性格が非常に変わっていて、これがちょっと嫌ですね。 C3PO がすごく優しいんですよね。 C3PO って悪態をずっとついているのが C3PO であって、この悪態ものすごく言葉遣いが荒いというか嫌なやつの中にほんのわずかに見える本当はこいついいやつなんだぜっていう、そこが C3PO にいいところなのに、今回の C3PO はねもういい人感がにじみ出ているんで、非常に偽物感というか偽善者感というかなんかそういうのは感じるんですよね。嫌だなっていうふうに思います。ということでついにルークを見つけるわけですね。このレジスタンスのグループはルークを見つけるためだけに編成されたグループ組織なのにもかかわらずですね、実際ルークを探しに行くのはレイとチューイと R2-D2 の3人ということになりました。これでいいんでしょうか。この3人新参者なんですけど、レジスタンスが行った方がいいんじゃないですか。ていうかせめてレイヤーは行きなさいと、ポーとか、この辺りはルークを探すために組織されたグループの権力者というか力のある人たちなんだから、レイヤとかポーも行きなさいよって思うんですけどね。レイとチューイは旅の途中さっき知り合ったばっかの人ですよ。それでいいのかと思うんですよね。レイはルークのことを知らないはずだし、伝説の人物だっていう風に言ってるしね。実際に出会ってあルークっていう風にちゃんと分かるのかどうか、この辺がねなんとも言えないなということですね。ということで実際に行ったらルークはですね、食料とか何にもなさそうな山の上で一人突っ立っていたということですね。なんかねこれも正直がっかりなんですよね。なんだここっていう感じ。あまりにも生活感がないというか、ここで暮らすのは無理でしょうっていうふうに思うんですよね。ヨーダはね、非常に人間味があるというか、あそこで一人で暮らしているというのが非常に伝わってくるというかね、まあ隠居してここでこうやってやってんだなっていうのが分かる場所にいたんですけど、ルークのこの場所は食い物も何もねえだろうと、水とかあるのかいとかね、なんかそういう感じがして、なんかここで生活を一人でしていくのは無理なんじゃねえのかと思うところにいるんですよね。特に動物とか家畜とかもいなそうだったし、まあルークはねすごくひげもじゃで、オビワン感のある顔立ちというか、姿形になっていましたけど、これでエピソード7はおしまいということになりました。まあ結局フォースの覚醒っていうのはおそらくレイのことを言っているんだと思うんですけれども、という感じでしたね。まあこのエピソード7初見で見た時はものすごく面白くて、見終わった後もああ面白かったと、なんでこれ評判悪いんだろう、意味わかんないなっていうふうに思ってたんですけど、こうやって見返してみるとですね、ん?と思うところがいっぱい出てきました。まあこれまでのシリーズは見返すたびに新たな面白さっていうのが発見できて、見返すたびに、まあ、ここの編集がすごいとか、ここのセリフが面白いとか、ここの見せ方がやっぱり最高だとか、そういったのがたくさんあったっていうことを考えると、やっぱねみんなの言う通りエピソード7はなんかちょっとなーっていうふうにね思いましたね。まずやっぱり主人公不在というのが確実にこのがっかり感というのを出しているというのがありますね。あと登場人物たちの行動原理の不在ですね。なんでこれやってんのっていうふうに思う、この何を、このなんで主人公たち登場人物たちがこういう行動をとっているのかという原理が、行動原理がよくわからんというところもあって、そこがちょっとなーっていう感じでしたね。だ結局7が
一番最初面白いと思ったんですけど、面白いなって思った部分っていうのは、まあ、ひょっとしたらこの同窓会的な部分として、なな面白いっていうふうに初見の時に思ったのかなというふうに思いましたね。物語としての面白さというよりはね、ストーリー的には全然進んでないですからね。もう下手すりゃ最初の30分ぐらいでルークは見つかってもよかったんじゃねえかって思うぐらいにストーリーが進んでないっていうところがあるんですよね。まあ、脚本的な面白さとか映像的な面白さっていうのもちょっと足りないという感じが今となってはするなって感じですね。まあ8以降に期待ということです。きっと8以降は面白くなるんじゃねえかと。7は完全にこのなんていうの、序章としての面白さっていうかストーリーっていう感じがあったんで、まあこれでルークも見つかったことだし、ここから物語が面白くなっていくんじゃないかなというふうに思うんですけど、ただいかんせん8は評判がもうすこぶる悪いということで、どうなるのかなっていう感じですね。ねえ、ということでした。7とりあえず見返して見た感じ、ちょっと一番最初に感じた面白さっていうのがどん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 半減していっちゃったなという7の感想ということでした。お聞きくださいましてありがとうございました。次回のスターウォーズに僕は期待したいというふうに思います。ということで、次回はエピソード8ではなくローグワンということになるわけですね。公開順に見ていこうということになっているんで、エピソード7の次はローグワンということになります。ということでローグワンの予告を見てみましょう。ローグワン予告で一番最初に出てくるムービーウォーカープレスってやつのローグワンスターウォーズストーリー本予告映像ってやつですね。2分17秒のやつ、これを見てみましょう。概要欄にこの URL あるんで、もしよければ一緒に見てください。それでは321スタートピでいきますからね。ピで再生ボタンを押すという感じですね。ではいきます。321スタートピ。もう一つのスターウォーズ、これは4の手前のお話なんだよね。おや、誰だい？ジン。知らねえ人出てきた。何があってもお前を必ず守る。はい父さん、フォースを信じて。帝国軍の通信を傍受した。ああ。はあ、は？設計図を。あ、この人たちが設計図を手に入れたの。あ、それをレイヤ姫が。あー、なるほど。ローグワン、ローグワンって戦闘機の名前だよね。12月16日。おお、面白そう。いや、この予告は面白そうだな。感動した。そうですか、ちょっと興奮しちゃった。
ということで、次回はこのローグワンを、まあ、同時視聴会でとりあえず見るということですね。面白そう、すごく面白そう。フォースの覚醒の予告を見たときはなんよくわかんないなと思ったけど、今回はやっぱ知ってる話っていうところもあるしね、面白そうだなというふうに思いました。楽しみに、みんなと一緒に見ることを楽しみにしたいと思います。ということで、お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタフォローよろしくお願いします。LINE スタンプや本もよろしくお願いします。サブチャンネルもよろしくお願いします。そしてですね、すぐはかるおが今度ちょっと涙が出てきちゃった、今度ですね8月の7日日曜日、池袋ヒューマックスシネマズでフィルマークスのプレチケという旧作上映プロジェクトがありまして、そこで僕すぐはかるおセレクトの映画スナッチをね、上映いたします。チケット好評発売中です。ぜひですね皆さん一緒にスナッチを映画館で見ようじゃありませんかと、いうことです。僕も当日一緒に皆さんと映画館で見て、でその後上映後はですね僕の独自解説を、映画館限定独自解説をね、やりたいと思っております。ぜひ皆さんご参加ください。よろしくお願いします。会場限定グッズとかも、あるかもしれません。まだわかんないですけど、今ちょっとどうしようかって思ってるところなんで、まあ、あるかもしれないんで、そちらもねぜひよろしくお願いします。ということで、今回はスターウォーズエピソード7フォースの覚醒の感想レビューという感じですね。独自解説というか感想という感じのお話でした。次回もぜひよろしくお願いします。ということで皆さんお聞きくださいましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。